現物は下見しとかないといけないので、祭日を除いて金土金曜日と土曜日にそのリモートの市場があるので、その前になるべくこう用事を上手に時間作って下見に行くんですけど、だから、1ヶ月に2回ないし3回多い時で4回結局下関に行くんです。行き帰りがあるんですね。前は1ヶ月に2、3、だから結局下関に行く量は変わらないのか。だけど1日中市場にじっとその本番座っとかないといけないという時間が減った分、体がだいぶ楽になりました。何が楽になったかって言ったら、やっぱりあの時間ずっと市場に座っとかないといけない、同じ姿勢でずっと座っとかない、もちろん途中で休憩あるんですけど、その時間が家で過ごせるようになりまして、となると要は本格的な料理はできませんけど、でもほったらかしとっていい料理っていうのができるようになって、例えばね、炊飯器で作るホットケーキとかね。でこれが普通のホットケーキミックスを使うんじゃなくて、大豆 100% のホットケーキミックスがあるので、要はこれだとプロテインを飛ぶようなね、ものになるでしょう。だから1枚焼いとけば、8分の1にカットしとけば、まあちょこちょこと小腹が空いた時に、食べられる、自分で作るね、パンを焼くのもいいんですけど、とりあえず小麦粉をなるべくねちょっと遠ざけときたくて、だからあれですよ、いろいろ工夫しながらこうやってるんですけど、でこの間作ったのはささみをね、ささみをしっとりこう蒸し鶏にするにはどうしたらいいのかなっていうので、やっぱりこれも炊飯器で炊飯器にね、要はそのささみを臭みを取るために、何でもいいんですよ。もう日本酒でもいいし、なんかワインビネガーみたいなのもいいし、つけ天シャーみたいな、なんか甘酢漬けの素みたいなのもいいし、なんかとにかく